ご、はい、ご視聴ありがとうございますすチャンネルですちょっと前にあの MRI に入って検査をしてきたという話をしてきましたこれはもう眼科に行った時に、えー、目の裏に何かあってその症状が出てるんじゃないかということで検査のために MRI に入ってきたというお話です、えー、その話の中で、えーまあ、16ビートのねメタル音楽を聴いてきたよという話をしてきたんですけども、えー、そうではなく、まあ、その結果としてね えー、検査の内容うそれがねこう分かりました、えー、検査の当日にその結果内容はもらったんですけど、まあ、開ける必要もないし病、うん、と眼科に行った時にどうせ見れるわけだから、まあ、そのまま眼科に行った時に見ればいいかなと思って、えー、そのまま開封せずに、えー、病院の方に眼科の方に持っていきました、えー、そしたらですね、えー、特に目の裏には何もなく ただ単に炎症を起こしているだけだということだったので、えー、目の方には特に異常はなかったですが、えー、MRI を見て「副鼻腔炎だねと」と、えー、いうことを言われました、えー、人の、ね、目の下鼻の上の両脇あたりにはねななんか空洞があるらしくて、えー、そこのところに ね、炎症でこう、うん、炎症を起こしてね、うんこうまあ、簡単に言えば鼻水が溜まってる状態だよという話です。でその副鼻腔炎というのはですね普通にやってると、うん、鼻のその周りがねちょっとずっしりと重いはずなんだけどねなんて言って話してたんですけど私の場合もそれが普通だと思ってたからあまり気にせずに。 ななんかか慣れてしまったのかな確かに鼻水はよく出るんですけどもん慣れてしまって特に思ったるいだるいとかそういうのも全然ないんでねだから全く気にしなかったんですよ。で改めて MRI に入って検査をしてそこで見た結果がそうなんでね、えー、これはもう間違いなく重度のこうね えー、福美公園ななんだなといでこれ、まあ、ちょっと近いうちまたね耳鼻咽喉科の方に行って、えー、どうするかというのを聞いてこなきゃいけないんですけどもまああんまり時間もないんでねとりあえずあんまり気にしてもないし気にならないんで、えー、とりあえず、うん、このまま時間のある時までほっとこうかなということになりましたなりましたというかしました、えー、ただねあんまりひどどいいとどういった。 ことになるかっていうのはまだ調べてないんでね調べちゃうといかなきゃってなるんでまあ調べてませんけどもとりあえず適当にこの辺で切り上げたいと思いますご視聴ありがとうございましたこの動画良かったらグッドボタンそしてチャンネル登録コメントの方をよろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイおしまい